はい、どうも皆さん、お世話になっております YouTuber 平本です。本日はですね、こちらですね、お世話になっております小川由美子先生の4月に行われますどちらも無料、観覧無料のコンサート情報2つ、お届けしたいなと思ってます。また、後半にはですね、蔵出しの、ね、先生の演奏動画ありますんで、ぜひ最後までご覧くださいということで、まずこちらですね、ズドン、第27回心ね、コンサート、心はいつも春爛漫ということでね、先生が春に、いつもやっております。もう27回目ということでございますね。おめでとうございます。で、場所がですね、東京ローンギター文化館ということで、石岡市、茨城県は石岡市に、ございます。で、日時がですね、4月7日日曜日9時45分スタートということで、まあ朝早くからたくさんのですね、お教室がやるんじゃないかなというふうに思ってます。で、次がこちらですね。はい、こっちはですね、私も運営で参加させてもらっております由美子31野外コンサート、はい、こちらがですね、4月16日に、あります。で、開演が13時30分、観覧無料となっております。場所はですね、もうこちらの工房からほど近いですね、笠間芸術の森公園野外コンサート広場ということで、非常にこういいんじゃないかなと、まあ、今日ぐらい天気がいいとね、バッチリなんですけどね、そこはもう野外のね、お天気次第なんですけどね、ぜひぜひ来ていただきたいんですけども、今日はですね、もう立て続けに来ていただきたいですね。この4月16日と、そして、4月7日ということで、今日は4月7日の、心ねコンサート第27回の方をちょっとですね、詳しく見ていきたいと思います。はい、こちらは先生の門下生さんが出る発表会になっております。で、サークル演奏が6団体で、ソロの演奏もありということなので、まあ、先生がご指導するサークル6団体と、まあ、その中のね、皆さんがこうソロで出るというのもあるのかなということですね。はい、由美子30、31からつながった遠距離友人デュオありということでね、そうですね、由美子30とか由美子31っていうのはご方々からこう集まってきましたので、あの剣をね、またいでその由美子30というね、楽器でこうすごく仲良くなったっていう人も聞いておりますからね、そういうデュオあり、ご夫婦のデュオあり、師匠とのデュオありということで、非常に楽しいんじゃないかなというふうに思っています。オカリナ歴30年近い方から、数ヶ月の方も参加するオカリナ愛にあふれたコンサートです。一人一人が心の音を奏でますということで、で、またですね、先生の模範演奏、講師演奏もありということで、これは非常にいいんじゃないかなというふうに思ってます。小川由美子先生というのはもう30年以上ですね、カンタレをご愛顧していただいて、まあオカリナ塾の先生もね、やってくださるということと、あとは僕としてはね、去年から由美子30、そして31というね、楽器とともにそのサークルを運営させてもらうてる中でございますんでね、このまず素敵なコンサートをね、4月7日ギター文化館行っていただければなというふうに思ってます。で、その次のね、やつはこの16日ですよ。皆さん、晴れを祈っててくださいね。野外コンサートもありますから。まあ、こちらの模様はまたね、次回、詳細をお伝えしたいと思いますけどね。ぜひぜひ、もうオカリナ愛に溢れたコンサートということで、もう全員が、カンタレでございますんで、楽しんでいただければなというふうに思っております。ということでね、ちょこっと、の集い、かな、集いでのね、孫予約先生とのちょっとデュオありますんで、ぜひ聞いてくださいということで、まあこれからね、4月春、僕も誕生日ですから、4月はね、4月何日か覚えてますか？いい季節になってきましたんで、皆さんいろんなとこでオカリナ聞いて演奏しましょう。お聞きください。